じゃあ今日も3分プランク始めたいと思います。スイッチオン。よいしょ。はい、というわけで今回もね、公式 LINE 友達に聞いてみました。こんなプレゼントをしたことがありますのお話というわけで、まあ僕多分一度僕がこういうものをもらったことはプレゼントでもらったことありますよっていう話はしたことあると思うんですけれども、まあ他のアーティストさんとかどういうものをもらったことあるのかなと思いまして、まあもちろんね、知り合いとかにそういう話聞いたことあるんですけれども、まあこれはファンの方にどういうものをプレゼントしたことあるんですかっていうのを、公式 LINE 友達に伺ってみました。まあとりあえず僕がもらったことあるもので言うと、まあ多分きっとどんな高額なものをもらったことあるんだっていう話が聞きたいんだろうと思うんですけど、僕が思うに僕がもらって一番高額なもので言うと、まあパソコンじゃないかなと思います。いや、ありがたいことにね、こう最新のパソコンとかもらったり、したんですよ。ありがとうございます。まあそんなんで、まあ他の方はね、どういうものをプレゼントされてるのか、ファンの方はどういうものをプレゼントしたのかをちょっと聞いてみましたっていうので、いくつか答えてみたいと思います。一つ、オルゴール。あれですね、こう、多分自分で作れるやつですね。そのバンドの曲をオルゴールにして、あげたみたいな。そうですね。なんかまあでもそれはやっぱ、オルゴール作るにあたって、その作ってくれる方と、こういろいろこの曲はこうなんですっていう話しながら、一緒に作る過程が楽しかったみたいな話ですね。まあ、確かにすごい面白そうですね。次。月の土地をあげたことがあります。月の土地ですよ。これ、僕ももらったことあります。なんか一時流行ったのかどうかわかんないですけど、ありますよね、ほんと。月の土地のこう、なんか権利書みたいなの。ちなみに、別で、火星の土地をあげたことありますっていうのもありましたね。僕は火星の土地はもらったことないです。次。うまい棒100本。100本入りか、確かにどでかいのはね、僕ももらったことありますね。さすがに食い切れないってやつですよね。まあでもなんか、でかけりゃ面白いっていう発想ですよね。いや、まあまあ気持ちはわかります。あと、友達に、おやつ、友達にね、おやつを配ってたら偶然メンバーが歩いてきたので、そのままおやつをメンバーに渡したって。ちょっと失礼な気がするな。ついでにみたいなね。いや別に、もらえるものはもらうんでしょうけれども、僕ならもらえますけどね。なんか、ついでに渡されたら、そんな、ね、なんか、嫌な気持ちになるかもしれないじゃないですか。次。ゆら様にテレビをプレゼントしました。あ、これ僕でした。テレビいただいたことあります。はい。恋愛夢小説、オリジナルの恋愛夢小説、自分の好きなメンバーと自分との恋愛を描いたオリジナル小説をプレゼントした。今思うとちょっと恥ずかしいです。まあ恥ずかしいですね。まあちょっと痛い感じしますよね。いやでもまあいいんですか、そのね、話がすごいよくできてたらね、ひょっとしたらどっかに応募したらなんとか賞とかもらえるかもしれないじゃないですか。次、クロスバイク。これ自転車ですね。ネットで注文してお店で受け取って本人に渡すまでがやっぱ大変。自転車なんで、ライブ会場の近くで受け取れるようにお店に注文して、前日に受け取って駐輪場に一度止めておいて、ライブの当日その駐輪場から出して渡したっていう。自転車これ大変ですね。ただこれ、僕の話ですね。自転車いただいたことあります。機材車に積んで帰りました。その説はありがとうございました。でまあ皆様いろいろね、なんか面白おかしいものを考えてプレゼントしてくれるっていうわけでありがとうございます。